飛行中のリトル上2ロケットリトル上2は、アメリカ合衆国のアポロ計画において、司令船の降下装置と緊急脱出用ロケットの性能を試験するために開発された固体燃料ロケットである。1963年8月から1966年に1月にかけてニューメキシコ州ホワイトサンズミサイル実験場で5回に分けて実験が行われた。 またこれと並行して緊急脱出用ロケットそのものの発射実験も2回行われた。なお、これの前身となるリトルジョーロケットとは、マーキュリー宇宙船の緊急脱出用ロケットの実験で用いられたものであった。この実験は当初はケープカナベラル空軍基地で行われるはずであった。しかしながら、より重要な実験のために発射台はすべて塞がっていたため、 大体施設として選ばれたのが、かつて、レッドストーンミサイルの発射実験が行われたことの、ある、ホワイトサンズミサイル実験場の、第36発射施設であった。実験は、テキサス州ヒューストンの有人宇宙飛行センターの指揮の、もとに、ロケットの開発を担当した、ジェネラルダイナミクス社及びコンベア社と、宇宙船の開発を担当した。 ノースアメリカンロックウェル社が協力して行われた。ホワイトサンズ基地は、レーダーやカメラによる追跡、データの収集などに必要なあらゆる施設を提供し、安全管理や指揮伝達系統などをサポートした。緊急時に飛行士を安全に脱出させるためのシステムの開発は、アポロ計画の初期の段階から行われていた。ロケットは、既存のものの中には、 実験目的に適合する機種は存在しなかったため、新たに開発されることになった。製作は1962年8月に始まり、最後のチェックが終わったのは1963年7月であった。同縮尺で描いた、アポロ計画で使用された4種類のロケット、リートル上2、サターン I、サターン IB、サターン V 機体の直径は、アポロ宇宙船の指令船に、全長は、 アルゴル固体燃料ロケットにそれぞれ適合するように設計されていた。飛行中の姿勢を安定させるために、底部には翼が取り付けられた。ロケットは2段式で、1段目、2段目とも出力 465kN のアルゴルロケットを搭載し、燃焼時間はそれぞれ40秒であった。離陸時の水力を補うために、小型補助ロケットとして、 出力 167KN のリクルート固体燃料ロケットが搭載されることもあった。また人間が乗り込むミッションで名はないため、部品は他のロケットのものを流用したり、点検作業は可能な限り省略するなどして、徹底的なコスト削減が行われた。リトルジョー2はおよそ満足な結果を収めたが、大きな失敗が2回あった。第1回の実験では自爆装置が誤って、 設定されていたために、地上からの指令が伝わらず、ロケットが自爆しなかった。4回目の実験では、電子機器のエラーにより、尾翼が誤った位置に固定されてしまったため、発射から2.5秒後に制御不能になった。それらの事故を除けば、実験はほぼ成功したと言ってよい。前進のリトル上には、X 軸、Y 軸方向に2個ずつ対象にロケットが取り付けられていた。 これが、二のゾロ目に見えたことによる、ありがとうございます。